大石寺、大石寺は、日蓮正宗の寺院であり、自格は総本山。昭和三年十月十二日、1百9 0年11月15日、第二祖日光によって改装された。次号の大石寺は、地名の大石が原に由来する。回帰旦那は、南条時光。三号は、多方富士大日蓮華山、多方富士大日蓮華山で、 大日蓮華山と略すこともある。日光の宝脈を継承し、過去には、勝ち列派、中祖本仏論を報ずる富士門流に属し、静岡県の寸東地方に分布する北山本門寺、西山本門寺、下城美蓮寺、小泉久音寺と共に、道門流の富士五山を構成し、さらに、京都洋宝寺、伊豆実城寺、安田大本寺と合わせて、 教門八本山と称される時代もあった。明治期には、藤門流の統一教団日蓮宗教門派、後本門宗の結成に参加、教門八本山より、林番制で就任する同州の官庁には、第四代として日、日府第十五代として費用などが着任した。以上の経緯は、当時の憲法による、文化統一の指針により致し方なくされた承知であった。しかし、 大石寺との本末関係にある寺院には、多山の影響はなく、日古以来の血脈に従い、大石寺漢字を星として信奉し、法改正に伴い日蓮正宗僧本山として、念願の独立を果たした。戦後は上日の下条明蓮寺をはじめ、佐抜本門寺、日向城前寺などが本山として、法類寺院と共に起立している。所在地は、 静岡県富士宮市上条2057番、北三35度16分41.98秒、統計百138度35分19.99秒。母園の一部は、同市北山に属する。駐車場、売店を除く、境内地は母園を含めて、南北約1550メートル、東山約1150メートルである。明治の作家、大町慶月は、 大石寺を見ずして寺を語ることなかれと表している。日蓮聖集では、大石寺に参詣することを、総本山に登るという意味から、登山という。1950年代初期に、総価学会の第二代会長、戸田長生によって、総価学会員の大石寺への月礼登山会が実施されるようになった。その後、北家公、古くからの神徒組織でも、 北家公連合会の発足後は、北家公院の月齢登山会などを行うようになったが、それ以降、1991年に日蓮正宗就門が、総科学会に波紋を通告するまでの間は、学会員の登山者数の方が、北家公院の登山者数よりも圧倒的に多かった。現在、学会員が日蓮正宗の新都資格を創出した1997年以降は、 大石寺に登山、参詣できるのは、北家ケ公院のみに限られる。日蓮正宗の信徒でない一般の人は、境内の散策、見学は自由であるが、競技と防犯上の理由のため、法案道内部に立ち入ることはできないものの、その他の道具は、外部からの見学は自由になっている。また、石の棒には午前9時から午後5時まで法要が、行われている時以外は自由に入ることができる。 ただし、日蓮正宗神徒以外の一般の人が、神徒以外の者は立ち入りを許可されていない、法安道門の書道内部に立ち入ることができるのは、原則として、法要をはじめとする諸儀式、諸行事などが行われていない時に限られている。また、神徒でも総本山到着時に内拝券の交付を受けていない場合は法安道内部への立ち入りはできない。さらに言えば、毎年4月6日,日は、 霊法支払い、11月20日21日は、宗祖五大会という二大法要が、捧ぐをさむされるため、あらかじめ許可を得た、信徒以外は参詣できない。日蓮の六人の弟子の一人日光は、美信の児童、破棄実長と一軒の総意で、美信山駆動寺を離山。後に、上野の児童であった、南城阿村、時光の小生を受けて、昭和三年。 1290年、富士山麓の大石ヶ原に移り住んだのが大石寺の始まりである。これに具武した主要の弟子が遠中、脇寺を混流し、現在の大石寺の原型とも言える姿ができた。その後、江戸時代前半の第十七世日清の三影堂再建に始まり、第十五世比、育時代の三門混流、第十七世比陽時代の客連再建、 第31世紀元時代の五十島混流、寛演2年、1749年によって、江戸時代中期には主要な仮覧が整った。この頃活躍した、仮の葉の絵師、かの船川、かの欧州船、生物年負詳により描かれた、大石寺系大図、縦3.2メートル横1.9メートル、大石寺像には、当時の大石寺山内の道具が成功に描かれており、 今日見られるような景観となっている。大石寺は、本門階段の根本礼状と位置づけられており、本門階段が混流された時は、正式事業である大本門寺を交渉するとの言い伝えもある。また、本門階段の大井御本尊が安置されていることから、この世における唯一の常弱行度とも位置づけられている。江戸時代、仏教の諸宗派の教学研究の拠点は、 各本山から断輪に移った。大石寺は、勝ち列派である日光門流の他の本山や日、高志門流の各本山と共に細草断輪を創設した。19世紀に入り、細草断輪の家主を大石寺が連続して排出するようになり、明治諸島の平林までの歴代96人中42人が、大石寺の出身となった。また、大石寺は、江戸城では、 独礼席を許され、また大石寺第25世紀育は、ごみずの天皇の高尊であり、第6代将軍、徳川家の武聖室の天栄院の勇士、養子に迎えられているほか、将軍家や大名家、江戸時代著しく力の衰えていた、皇室、公家などの崇敬を得たが、他の宗派と同様に布教活動は、江戸幕府の厳しい統制を受け続けた。 明治時代の動きは次の通り、境内、敷地内には、五十棟、重要文化財、三影堂、県指定文化財、三角、県指定文化財などの道具がある。1998年に純和風の客伝、2002年に終始混流750年を記念して、小本堂跡地に法案堂、伝修祖日蓮新筆、本門階段の大井御本尊を、安置が混流された。 その他に1958年建立の大行堂や1988年建立の六坪、1994年建立の甲府坊などがある。境内地東方には11ヘクタール1万6千基となる日蓮正宗の墓園があり、大石寺歴代保守の墓地、僧侶墓地に続いて一般神徒の墓地もある。一般神徒の墓地には、 日蓮ま宗の熱心な信者でもあった、総価学会初代会長の牧口家の墓や、第二代会長大恩師とだけの墓、なお、戸田常政、総価学会、第二代会長本人の墓は、五十頭のそばに立っているなどがあるほか、俳優、赤毛慶一郎の墓もある。大石寺の草門、三門から、三影堂に至る山道には、中央立中、脇寺が立ち並んでいる。 これら中央タッチューは、大石寺解散直後の混流であり、いずれも700年を超える古刹である。また、諸道部は、耐震強度の問題から、重8花棒の新築工事を行い、完成と同時に順次落計法要が、捧ぐをサブされた。大石寺境内には、桜の木が数多く植えられており、中央タッチューのしだれ桜は、継承地として知られているほか、境内を南北に流れる、川、 鶴井川や、常藤が、峰の桜は、静岡県内の名所として有名である。開花の時期に合わせて、多くの観光客やカメラマンが訪れるが、霊法虫払い大放へが行われる毎年4月6日と7日は、曜日にかかわらず一般車の立ち入りが禁止されるので、注意が必要である。草門と三を結ぶ、石畳の両側には、草門より三門に向かい左手に、2階建ての、 爪等棒、柱に遮られることのない線状を超える大広間を持つ、甲府棒、総二棒があり、右手には、爪雷棒と総二棒と石畳を挟んで、シンメトリーのように総一棒がそびえ立っている。この総一棒、総二棒ともに230条を超える広間が、1階に1室、2階と3階に、それぞれ4室、4室のうち2室に本尊が、安置があり、 新都の宿坊や集会所として使用される。総一坊東側玄関前には、ダンス山用のバスターミナルもあり、3門前には、国道469号が横断している。また三角より、中央立中を登り切って、右手に折れると、大石寺、海山700年記念事業で整備された日本庭園、宝章園が、名教池を中心として広がり、その右手には、 唐当中がある。これらの長宝は、五霊法と称され、毎年4月7日に、笹ぐをさむされている、五霊法虫払い大法へで虫干しされ、三景団とに披露されている。本尊については120体ほど収蔵されているが、虫払い大法へで虫干しされる本尊は旧世、日中以前の60体ほどで、残りの本尊は火を、改めて関係者のみによって虫干しされる。 また、裏本会の際、客殿内の特設祭壇には、現保守所者、最新の大冒朝法上住五本尊一体が、法刑される。解散以来、大石寺住職は、日蓮の法内省に付属される、総本山保守と位置づけられ、大石寺の末寺すべてを束ねる。現在でいう包括宗教法人である、宗教法人、日蓮真宗の代表役員、官長である。 この他に、帽車など合わせて50以上の道具からなる。大石寺計台の帽車は、数百から数千人を収容できる大型の帽車5つと、二十数が、棒からなるタッチに大別され、いずれも、登山神との休憩、宿泊棒になっている。また、大型の帽車は、各種行事のメイン会場、サブ会場にも利用されている。そ門を入ると広大な、 甲府の広場があり、その西側に甲府坊と総二坊が立ち並び、甲府坊の南側に常塔坊がある。甲府の広場の東側には常来坊と総一坊があり、常来坊の東側には登山事務所、平成3年、1991年7月に総一坊1階に解説が設置されており、登山事務の一切を行っている。 ニカと中門の間の石畳の参道の両側に立ち並ぶ十二が某を中央タッと呼ぶ連造棒を含めることもある。中門の東側にある方正園と古い川に挟まれて南北に並ぶ五が某が東東中である石の棒、雪山某、蓮場案、富士見案を含めることもある。最も北にある妙円棒は三影堂の真東に位置する。中央タッの西裏の三が 坊王が、斎藤中であり、客殿の真南に位置する。立中の各坊にも、全国の松寺と同じように、北家ケの支部が設置されているが、このうち、李サカ坊には、北家ケ李リサ坊支部、古い時代からの北家ケ坊と、李サカ坊所属名館坊支部が、また、南の坊には、北家ケ南の坊支部、古い時代からの北ッケ坊と、 南の某所属蘇生公支部がある。一方、段下がいない、坊や数所体のみの棒では、支部が結成されていない。日光、日目の弟子によって、昭和3年、1290年から延元2年、1337年の間に創建された各某である。参道の式石は、昭和36年、1961年に、拡張され現在に至っている。 その両脇には、富士山の湧き水が流れ、春には山道を覆うようにしだれ桜が咲き乱れる。なお、大石寺総建の昭和三年、1290年に創建された、達中坊は、連造坊、李堺海坊、久なり棒、神連坊、後の百官坊、錆ビ坊、棒、昭坊、後の南の坊の六画坊であったが、連造坊は、宝永二年、1705年、 第24世ひなが再興して、格闘領とした。現在の建物は多方像の北側、中門と宝省園の間にあり、登山神徒の宿坊としては利用されていない。西タ中とショース。かつては妙園坊もあったが、現在は東東中に移り、その跡地に園寿坊が移転新築された。東タ中とショース。石の坊の本堂を常衝堂と呼び、 その境内には日光が富士上野の地に移ってから大石時代棒が完成するまでの間、説法のために座ったと伝承される大石、説法石がある。この他に大石寺相門より約 2km 離れた場所に下の棒がある。日光が身延を離山されてまず寄宿されたのが下の棒であるとされるが、その下の棒は現在の下の棒より北に位置してたと考えられる。 総本山十九世一春が、大石寺を知りかれるにあたり、現在の地に救命を襲って再興したと考えられる。かつては大石寺の一つの坊であったが、下の坊は大石寺の境内地の外にあるため、現在は静岡北府京区、大石寺を除く藤宮市の管轄となる。下の坊の境内には、本堂の他に三支塔、墓所、旧本堂などがあり、また、 広範囲にわたる藤棚は誠に見事であり、藤宮の観光名所でもある。身ノを離れた日光が、しばらく投留したのもこの地であり、荷物を解いた時の鶴がそのまま根付いたとされる、金と鶴が生えている。毎年12月15日には、保守の同志により、妙蓮寺保家近隣の寺院の住職や大石寺の薬草を迎えて、下の棒におけるお絵式が、捧ぐおさされる。 五十島の広報、駿河湾を一望できる小立ちに囲まれた丘の上にある墓地は昭和四十四年1969年6月に三影堂を裏手から移転し開園された。総面積は十万九千六百五十二平方メートル三万三千坪であり、三主棟、歴代保守墓地、天霊院などがある。その他、各地に出張所が存在する。 また、2006年6月には、衆務院発行の書籍類などを出版、発売する新たな出版社として設立された大日連出版、代表取締役社長、宮野新道、衆務院副教学部長、東京都墨田区、病院自住職の本社も、大石寺内に設置され、同年9月に、大石寺境内に隣接する場所で、非公式が行われて社屋が建設され、 同年12月18日に落成式が行われた。2007年1月から落成した社屋での業務が開始されている。これらの行事は、保守の同士のもと捧ぐおさむされる。は、法要会場。ふとは、特別法要。1月7月中前朝招待行。客電、登山会中は大行動を使用することも。これらの法要は、保守の同士のもと捧ぐおさむされる。 は、法要会場と開始期時間、変更が生じる場合あり。太字は、注文主催の特別法要。上記以外で、歴代保守の延期法要等の注文法要も取り行われる。太字は、記念行事、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。